の発車のベルは昔ながらの発車ベルです。そして行き先表示は昔ながらのサボを使用しております。人的サービスが感じられます。横浜駅のご注意ください。最初の列車は小田駅の到着です。横浜駅の列車到着です。ご注意ください。ゆっくりと動き出しました。14系客車、24系客車のように発車時の衝撃や振動は全くありません。さすが七つ星九州です。乗り心地は良さそうに見えます。この車脱を見ていただきますと分かるかもしれませんが、七つ星九州は車体は本当に鏡のようにツルツルで光沢があります。6番乗り場は快速グルメ行きご注意ください。快速グルメ行きドアが閉まります。ドアが閉まります。6番乗り場が閉めます。普通列車の使い中継、隣の7番乗り場停車中です。竹下、南、福岡、笠田方面、次の列車、普通列車の使い中継、7番乗り場停車中です。4番線には7パー3系ハイパーサロンが入線してきました。JR 発足後最初に導入された特急電車であり、非常に優れた後もとハイパーリティによるサービスが好評でした。今でも7パー3系電車のグリーン車が最も設備面なので優れていると思います。長崎新幹線の部分開業で一時的に廃車が出る可能性があり、一瞬が注目されます。ホームでは旗を持った人が七つ星九州が見えなくなるので見送ります。寝台夜行列車が復活した際、このようなサービスを導入してほしいです。